ウマ娘の歴代のキービジュアルを見てある事実に気づいてしまった。に対するみんなの反応。3年目のキービジュでフーちゃん走ってそう。そうか、キービジュアル変わるのか。次のヒロイン誰かな？そろそろオープニングアニメもバージョン2に変わってもいいと思う。3周年で変わりそうな気もする。トレセイン、ファイオーファイオーのとこのマックちゃんは残してほしい。歴代キービジュアル1枚目。2枚目。3枚目。4枚目。おまけ。次のキービジュアルは直線、第1コーナー、直線と来てるから第2コーナーかな。1番目見たことないかも、すぐ切り替わったのか？アプリリリース前のやつだよ、2018年公開。3年にわたる事前登録やってた時のやつだな。ダスカの位置がおかしなことに。追い込みかな？ある程度イメージ固まってきたからか、2枚目以降はかなりスピード感出てきてるよね。キービジュアルがだんだんローアングルになっていってる説。ついでに1周年記念イラスト。ダービー馬娘で揃えてるのいいよね。2周年記念イラスト。別名に完売イラスト。あと1ヶ月後には3巻馬集合イラストが来るんだなぁ。スペちゃん、北里、トプロと来て4年目は誰になるんだろう。何気にみんなアニメの主役だな。アニゲイ11はやらかさないでくれよ。あれは次回予告でキービジュを映すのがいけなかったや。やらかしてもなおネオユニの衝撃。仕方ないけど戦闘を取れてない鈴鹿さん。この鈴鹿さんはアニメバリの追い込みで次のビジュアルでは最前列にいるんだ。きっとそうだ。3周年にちなんで3巻、なおかつフレッシュな人選が重視されるとしたならデアリングタクトが中央に来る可能性が。3に縁のある姉ちゃじゃね？そのために一人だけ季節の衣装違いも2つ目もらったんだろうし。アニメでも活躍してたし全部布石だと思う。オルフェとジェンティルでしょ、脇を固めるのがルドルフ、CB、ナリブ、ラモーヌ、タクト。タクトちゃんは3周年では控えて来年あたりに実装ではないかね。さすがに引退したばかりでシナリオ作るのこれからだろうし、1年くらいはかかりそう。てか、引退からの時間測れるのタクトちゃんが初なんだな。三冠馬集合イラストは現状で絵面が足りないから追加が何人も来るんだろうな。オルフェイブルとジェンティルドンナは来るだろうな。現状三冠馬で実装は CB、ルドルフ、ブライアン、ラモーヌだけだからね。もっと来てくれてもいいんだよ、オルフェ、ジェンティルさん。現在5人でオルフェとジェンティル合わせて7人、人数的にはこんなものでは？ちょっと寂しい気もするし、アキコバ3巻のロブロイとオペラ王も追加するとかどうかな。3巻馬登場はゲーム的にも盛り上がるだろうし、今後の楽しみ維持するために追加は年1くらいに留めてほしい。3巻馬をボバヒン馬からそれぞれ3名ずつなら、ジェンティルどんな一人で足りるのよね。6周年には G16 勝馬娘が記念イラストになるのかな。8周年で馬娘が消え、9周年でアーモンドアイだけのメインビジュアルがお披露目されるのか。9周年は、ステイゴールド3区を、差別するのか。25周年でウィンクスで終了だな。563周年はゴルシセンターだな。そんなに立たないとセンターもらえないのか。スペスズカ帝王は絶対外さない意志を感じる。フィグアも3体バーで出すつもりだったからね、なお。真ん中オルフェ、左右にジェンティルドンナとタクトのキービジュありそう。武三姉妹は乗りそう。二冠馬イラストにタズナさんがいないなぁ。事務員のタズナさんが二冠馬のイラストに出てくるわけないだろ、いい加減にしろ。ところでタズナさん、馬ゆるのドンジャラ界でタズナさん帝王ブルボンで役が成立してたのですが、これは一体。あなたは少し知りすぎました。キービジュアルのレース場って全部同じなのかな？北里戦闘のは府中って聞いた気がする。リリースの時のキービジュはスタンドの形からして府中かな。鈴鹿さんがだんだんと馬群に埋もれてくの悲しい。スペちゃん鼻切ってからだんだんと好位置につけてるのはさすが。三冠馬たちが記念イラストを彩る中、なぜか後方で腕組みしてる時代が古いデザインの勝負服を着た二人の馬娘が、赤い勝負服の方は腰にナタをぶら下げてそう。渋谷の JK から圧倒的な支持受けてそう。そうか、
記念イラストやキービジュに、オルフェーブルやジェンティルドンナが入る可能性があるのか。一切の事前発表せずにキービジュ出して誰やこいつら、ってなった後に新馬娘発表、とかやりかねんぞ。1周年の桜ローレルがそれだったね。キービジュ出てすぐバレてたけど、その前にどっかでお漏らしされてましたね。デアリングタクトもメインストーリーの最後の1枚絵でいきなりだったしな。騎士ミラクルです。キービジュアルに乗りたいです。エイプリルフールの時にゴルシに頼め。エイプリルフール2日目とかぶっこんできそう。人数が多すぎて邦画のブロッコリーポスターみたいになってるやつは正直いまいち。アニメだと一気の横向きに走る姿が並んでるイラスト好き。デアリングタクトはまだサポカすら実装されてないからね。関係あるのは先頭を走ってる娘だけだからどうだろう。映画の3人になるのかな。3年目キービジュの空には一筋のまっすぐな飛行機雲が。年々勝てなさそうな位置に下がってく鈴鹿で笑う。とりあえず来週のパカライブ、バレーベと共にどれだけの情報を前倒しでお出ししてくれるか ?2 周年キービジュのおもらし事件が懐かしい。プラメンテトップとか見たいかな。トプロがセンターの絵だけどこの時点で北さんと同等サイズでポッケ描かれてるんやな。それがアニメ主人公だからとすると CD の扱いの大きさが謎だ。周年イラスト一層ルフェ、ジェンティルだけでいいじゃん、とか思ったり。三冠馬縛りだとルドルフやブライアンは二度目の登場になる一方で一度も出てないキャラいるし。三周年キービジュアルのセンターは誰だと思う?やっぱサンデーの誰か?大穴でジャングルポケット、成田トップロードと同じポジション狙えると思う。アニメ推しからブラカナーとは思ったけど、個人的にはブエブエしたブエナ感あふれるブエナビスタを推したい。ゴルシが一度もいないことからゴルシ率いる12世代もあり得るのではと思っている。アプリのメインストーリー次第ではデアタクとか。メインストーリーでティアラ路線というか史実品場の子たち取り上げるとしたらデアタクありそう。少し地味めにしてたのは3周年で大物デカデカと出すためだったのかもね。多分新キャラだと思う、許可取れてるならブエナビスタとか後発キャラにスポット当たる傾向はあると思うので後発キャラの誰か。俺はシングレアニメ化でオグリ戦闘にかけるぜ。まあアニバガチャはラモーヌだろうしラモーヌは前の方にいる。今回は特におもらししないように注意すると思うし、競馬で馴染みの深いさんだし相応のことしてくるとは思ってる。やはりさんに縁のあるナイスネイチャーさんが適任ではなかろうか。とりあえず今はまだ発表されてない誰かではある気がする。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。